ポール・ポグバこと、ポール・ラビール・ポグバは、フランス製ヌイコール・エイコールマルヌ県出身のサッカー選手。イングランドプレミアリーグマンチェスター・ユナイテッドを所属。フランス代表。ポジションはミッドフィールダー。マンチェスター・ユナイテッド・ギニア系の両親をルーツに持つ。2009年に、マンチェスター・ユナイテッド FC の下部組織に入団し、2011年にトップチームに昇格した。 9月19日、フットボールリーグカップのリーズユナイテッド AFC 戦でプロデビューを果たした。2012年1月31日のストークシティ FC 戦でプレミアリーグデビュー。ユベントス2012年8月3日、出場機会を求めてフリートランスファーでユベントス FC へ移籍。10月20日の SSC ナポリ戦で移籍後初ゴール並びにプロ初ゴールを決めた。 2012から13シーズンは27試合に出場し5ゴールを決めて、ユベントスの連覇に貢献し、一躍、トップクラスの選手へと踊り出た。2013から14シーズンは、シーズン開幕直後のクラウディオ・マルキジオの負傷によって、スタメンを確保。マルキジオの復帰後も、レギュラーとして活躍し35試合に出場して7ゴールを挙げるなどチームのセリエ A3 連覇に貢献した。 2015から16シーズンから背番号を6番から10番に変更することをクラブ公式ツイッター上で発表した。10番はミシェル・プラティニ、ロベルト・バッチョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、カルロス・デ・ベスといった名選手が着用していた番号である。マンチェスター・ユナイテッドへの復帰2016年8月7日、フルス・マンチェスター・ユナイテッド FC のメディカルチェックを行うことが発表された。 そして、8月8日に5年契約で完全移籍することが発表された。移籍金は、ユベントス側の発表によると、当時のサッカー界における、移籍史上史上最高額の1億500万ユーロに、ボーナス500万ユーロの1億1000万ユーロ。UEFA ヨーロッパリーグ2016から17、決勝、アヤックスアムステルダム戦ではゴールを決め、チームの優勝に貢献した。 2018年4月のマンチェスターダービーでは、試合途中まで2から0とリードされ、マンチェスターシティ FC の優勝にリーチがかかっている中、2得点の活躍で、3から2と、勝利、目の前でのシティの優勝を阻止した。2018から19シーズン、ジョゼモーリーニョ監督体制3年目となった、このシーズンは、序盤から確執が噂され、腕章も剥奪。パフォーマンスも、 昨シーズンとはほど遠いものとなっていた。ゼフ長の最中にあった2018年末に、モーリーニョ監督が解任され、公認にオレフンナ・スール・シャール監督が就任すると、チームは指揮官交代後の7試合で全勝。ボグバもそのうちの6試合に、フル出場して5ゴール4アシストと躍動し、復調を果たした。しかし、後にスール・シャールとも確実を生んでしまい、2019から、 20シーズン開幕前には対談を希望していたと伝えられ、レアルマドリードへの移籍やユベントス復帰がメディアによって取り沙汰されていた。ポグバは2018から19シーズンをリーグ成績35試合13得点9アシストで終えている。2019から20シーズン。2019年9月25日のロッチデール AFC 戦では、 キャプテンマークと PK キッカーを剥奪された。その後、足首の負傷により、戦列を離れる。12月22日、プレミアリーグだ。フランス代表として、UEFAU-17 欧州選手権2 0 1 2出場した。2013年3月22日に行われた2014、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のジョージアとの試合で、ラファエル・バランと共に、 A 代表デビューを果たし、先発フル出場した。2013FIFAU-20 ワールドカップでは、首相を務め、優勝に貢献。大会最優秀選手にも選ばれた。2014FIFA ワールドカップ決勝トーナメント1回戦、ナイジェリア戦で、先制点を決めた。チームはベスト8に終わったが、大会の最優秀若手選手賞を受賞し、存在感を見せつけた。 2018FIFA ワールドカップではグループステージのデンマーク戦を除くすべての試合に出場。クロアチアとの決勝戦ではフランスの3点目となるミドルシュートを決めフランスの優勝に大きく貢献した。主にボランチやインサイドハーフとしてプレーする。恵まれた体格を生かして相手の足が届かない位置にボールを置くなどボールキープ力に優れる。 相手に囲まれた際はテクニカルなターンやリフティングによって相手のマークを外すことができる。また、正確かつ強烈なミドルシュートも大きな魅力である。チャンスメイクにも定評があり、とりわけ長いパスの精度は非常に高いため、正確なサイドチェンジや一気にゴール前でのチャンスを作ることができる。元ブラジル代表のロナウジーニョは、 才能に溢れた歴史を作ることができる選手だねとその才能を称賛した。試合によって好不調の波があり、マム級の働きをすることもあれば、敗戦の原因だと指摘されてしまうこともあり、才能に必して高い評価が得られない一員となっている。ユベントス時代、ありがとうございます。